どうも皆さんこんにちは、新日本イングリッシュチャンネルです。まあここ最近ね、最初の頃に比べるともう文法説明も結構ね、中級者レベル向けになってきたんじゃないかなと思ってます。私もちょっと意識してわざと固まれてね文章を出したりしてるんですけれども、次回からはですね、街を飛び出して敵と戦ってですね、レベルアップもしてって、我々の英語力もついでにアップしていくと、そういった段階に入っていくと思います。ご期待ください。それでは行きましょう、どうぞ。You travel safely now. Oh, you're such a good boy, such a good boy. You make us proud out there, won't you? And come back safe. Goodbye. Farewell. Wait! Here, take this with you. I made it for you. It'll keep you safe. I heard there are lots of monsters where you're going.Be sure to keep it close, won't you? Oh, I don't know what's in store for you out there, but wherever you go and whoever you meet, don't forget us, will you? Take care, and remember, we'll be waiting for you.Want to know how many items you've acquired, what monsters you've managed to make mincemeat of, or some other statistic to do with your journey so far? Then look no further than the Info menu, which can be found under Miscellaneous. It'll be full of question marks at first, but you'll soon see it start to fill up. Horses are an incredibly convenient way to cover large amounts of ground in very little time, but you'll sometimes have to enter areas that can only be explored on foot. Don't despair, though, a ring on one of the many summoning bells dotted around Erdrea will soon bring your faithful friend galloping back to your side.Travel safely now. Oh, you're such a good boy, such a good boy. You make us proud out there, won't you? And come back safe. はい、それではここから見ていきたいと思います。まあこの分はいいでしょう。じゃあ気をつけて旅をしなよ。Oh, you're such a good boy. あなたはいい子よと言ってますね。ここも大丈夫でしょう。ここですね、問題はこの文章。You make us proud.私たちを誇らせなさいよということです。これどういったことが言いたいのかというと、まずこちらをご覧ください。I'm proud. 私は誇りに思っているよといった文章です。この proud は誇りに思っている状態。これが追加情報になって主語にドンとくっついています。この proud、どういった時に使うのかというと、何か人が頑張っていたり何かを成し遂げた時に I'm proud of you みたいな感じで言ったりします。上の文章見ていきましょうか。You make us. あなたは私たちを作ります。まあこれ、作りなさいよと言っています。そして、us proud. 追加情報が我々にドンとくっつきました。私たち、誇りに思っている状態。これに私たちを作りなさいよ。だから、頑張ることによって私たちをこうしなさいということです。だから、あんたしっかりね、頑張りなさいよって言ったときに、こういった表現です。そして、out there.外で、これも追加情報。そして Won't you? そんなつもりありませんか、だから、頑張るだろうって言った、ダメ押しです。まあ、こちらは大丈夫だと思います。安全に戻っておいでねって言ってます。Here,
Take this with you. I made it for you. Here, take this with you. Take っていうのは目の前のものをポンと取ること。そして with は何かと何かが一緒にあることです。これをポンと取りなさい。With you、あなたと共に。だから持って行ってねといった表現です。With you、これもちろん take this に対する追加情報。そして続きが I made it for you。For っていうのは方向性を表しています。あなたのために作ったのよというわけです。I'll keep you safe. I heard there are lots of monsters where you're going. Be sure to keep it close, won't you?It'll keep you safe. さあこの will、 これはこれからすること起こること、これをかなり確信を持っています、何々だろうなというちょっと弱々しい表現ではありません、もう確信を持って言ってるような感じです、それはあなたを守ってくれるわ、まあ、これ、もうちょっと詳しく言うと It will keep you、 それはあなたをキープするわ、そして You safe、あなたに safe という単語がくっつきました。これであなた安全にキープするということです。そして続き I heard there are lots of monsters、 たくさんのモンスターがいるって聞いたわということです、この lots of、 a lot of と何が違うのかというと、lots of の方がカジュアルな感じがあるそうです。さあ続いて場所の表現が来ました。 where、 場所です。どこにモンスターがいるのか。 You are going、 あなたが行っている場所、そこにはモンスターがいるって聞いたわよということです。こんな感じですね。で言い換え表現 Be sure to keep it close。 Be sure は確かにしろよということです。 To で指しています。これを確かにしろよ、これは不定詞ですね、それをキープする、それ close、近くということです。それを近くにキープする、これを確かなものとしろよということです。だから、確かにそれを常に身近に置いておいてねということです。 Won't you、 つもりねえのかいっていうダメ押し、これ、クエスチョンマークでもいいんですけれども、ちょっと強めに言ってますね。I don't know what's in store for you out there, but wherever you go and whoever you meet, don't forget us, will you? I don't know. 私知らないわ。何を？ What's in store? 何がこれお店にあるのかではありません。Store、なんか貯蔵庫のようなものを想像するとわかりやすいと思いますけれども、何か箱の中に入っている、何が入っているのか、これパンドラボックスみたいなのを想像すると分かりやすいと思うんですけれども、開けると何が入っているのか、もちろん何が起こるのかといった感じです、これこんな風に説明、されていました。 What's going to happen in the future、将来的に、未来に何が起こるのかということです、何が起こるのか私知らないわ。 For youfor は矢印、あなたに対してということです。そして out there、 外で、これ追加情報で don です、あなたに外で何が起こるのか私は知らないわと言っています。 but でも wherever、 where は場所、 ever は問わないです。だから場所はどうだっていいんだけどということです。どこだっていいんだけど、あなたが行くのは、こんな訳になりますね。そして and、 そして whoever you meet、 who は人、そして ever は問わない、だから誰だっていいんだけどねということです。 you meet、 あなたが会う、だから誰にあなたが会おうとも。まだ続いてます。 don't forget us, will you? はい、これで、私たちのことを忘れないでね、でいいというダメ押し、そのつもりありますかっていうことですね。 take careAnd remember, we'll be waiting for you. Take care. 気をつけてね。And remember. あと覚えておいてね。何を覚えておいてと言ってるのか、こちらです。We'll be waiting for you. 私たち、あんたを待ってるよっていうことです。これを覚えておいてねって言ってます。
さあここの表現なんですけれども、Will はこんな感じでしたね、かなり確信を持っています。 We will って言った時に、私たちねと言って、これだ、これから起こること、これからすること、これをはっきりと見据えて言っています。確信を持っています。Be waiting for you、 あなたを待っている、これを想像しながら、私たち絶対あなたを待っているわといった、これ何かこの決意めいたものも感じさせますね。 Want to know how many items you've acquired, what monsters you've managed to make mincemeat of, or some other statistic to do with your journey so far?Then look no further than the info menu, which can be found under miscellaneous. It'll be full of question marks at first, but you'll soon see it start to fill up. いよいよもって長いんですけれども、want to know? 知りたい？もちろんこれ、do you want to know? っていうことです。これの省略ですね。何を知りたいのか、こちら。How many items you've acquired? How は様子方法。それに many items がくっついてワンセットになっています。これでどれぐらい多くのアイテムを you've acquired、 あなたがこの現在完了ですね、手に入れちゃったのか知りたいですかと言ってます。はい、まだまだ続いてますね。 what ものです。これが what monsters にくっついてます。だから何モンスターということですね。 you've managed to make mincemeat ofManage、 なんとかするということです。あなたがなんとかして作っちゃったということです。何をかって言ったら mincemeat、 これで、ひき肉を作った of 何々で何かのひき肉を作ったということです。これが追加情報で you 以下が what monsters にかかっています。だからどんなモンスターたちをあなたがなんとかやっつけたのかという意味になるんですけれども、ここちょっと難しいですよね。特にこの mincemeat of、 なんだこの of って思うと思うんですけども、こちらちょっと詳しく見ていきたいと思います。はい、ここに焦点を当てて見ていきましょうか。 You have managed、 これで、現在完了でなんとかやっちゃった、あなたはなんとかやっちゃったわけです。何を to make、作ることをなんとかしちゃったよということです。で、mincemeat、 これで、ひき肉で、何のひき肉なのか of で表現してます。 of っていうのは何かと何か、 A of B だったら A と B には何か深い密接な関係があるわけなんですけれども、この a slime、 この、モンスターのスライムを想像してください。これ関係のということです。これに関するひき肉、これにつながりのあるひき肉を作りました。だからもうスライムをめちゃくちゃやっちゃったわけですよ。ぐちゃぐちゃにしちゃったわけです。だから直訳ではあなたはなんとかスライムのひき肉を作りましたと言ってますけれども、これ徹底的にやっつける make mincemeat of A っていうことです。さあこれ、本部に戻るとこんな感じですね。何のモンスターのひき肉をあなたがなんとかして作ったのかというわけなんですが、もうこれが何のモンスターをやっつけたのかといった意味になるのはもうお分かりいただけたんではないでしょうか。そしてまだ続いてますね。 or それか some other statistic、 何か他のデータ、 to do with、 何かに関係のあるデータということです。何かと共にするデータだから、何かと関係のあるデータという意味になるんですけれども、 with はもちろん、何かと何かが一緒にある、あなたの journey と関係のあるデータということになってくるわけです。はい、それでまだまだ続いてますね。長い、本当に長い。 Then じゃあ look no further than the info menu、 じゃあインフォメニュー以外は探さなくていいよ。なかなか難しいですよね。 No further than、 これで、何々よりも遠くないで、 Look no further than 何々で、何々以外は探さなくていいという、なんかこれなんでこんな訳になるのかって思うんですけれども、ちょっとこれも詳しく見ていきましょうか。まずその本題に入る前にですね、こちらご覧ください。 I have some money、 私はいくらかお金を持っていますよといった表現です。これがですね、
I have no money になるとこんな感じになります。私お金ゼロのお金を持っています。だからお金なんて全くなくなるわけです。 I have no money だからゼロ。さあこれ、さっきの Father than 何々、何々よりもっと、まあ Father はもっと遠く、距離が遠くなったような感じですけれども、何かよりももっと先っていうことですね。これは何かを超えた、もっと何々よりももっと先、この境界線を超えてるような感じがあります。この境界の外をイメージしてください。これがですね、こうなってくると No further than 何々、こうなるとですね、何々よりゼロモットということになるわけです。この境界の外全くございませんということです。さあこれがなんとなく分かってくるとですね、このゲーム内の文章より正確に分かってくると思うんですが、どうでしょうか。インフォメニューよりも、もっと先、ゼロ先を見ろということです。もっとさらに先なんか見なくていいことになるわけです。だからインフォメニュー以外は見なくていいよといった意味がこうやって生まれるわけです。まあこれね、日本語にしたらこういう意味になるっていうだけで、さっきのイメージの仕方で全然いいと思います。頭の中 No further than って言った時に、もう向こうはないんだっていうイメージを持って読めば、もうそれで意味がストンと入ってくると思うんですが、どうですか。もうそろそろ日本語にどんどん訳さなくても英語を英語のまま理解できるようになっていく訓練も同時に行ったらいいかと思います。はい、ここで関係代名詞の which が来ました。カマの後は that は置けません。関係代名詞の that はここでは置けなかったと思うんですが、覚えてらっしゃいますでしょうか。また改めていきたいと思うんですけれども、 which どんなものかっていうとね、 can be found under miscellaneous miscellaneous menu の下 under っていうことなんですが、これまあ仮想ということです。どんなものかっていうと、このミゼラニアスメニュー、雑多メニューの仮想で見つけることができるやつですよということが言いたいわけです。また will が出てきました。 it will って言った時に、いやそりゃね before もういっぱいだろうね、間違いないって言ってます。 full of question marks って言ってます。この question marks に関係があってフルだよということです。だからこれでいっぱいだといった意味がここで生まれるわけです。いや最初はクエスチョンマークでいっぱいだろうねと言ってます。 but でもまた will です。 you will あなたは間違いない、 soon see it それをすぐに見つけるだろうねと言ってます。これで see it それを見る、 it start それスタートするってことです。それがスタートするのを、まあ、すぐに見るよ、間違いないと言ってます。 To fill up それいっぱいになる、だからでもすぐにそれが埋まっていくのを見るだろうぜといった、こういった意味でいいんじゃないでしょうか。Horses are an incredibly convenient way to cover large amounts of ground in very little time, but you'll sometimes have to enter areas that can only be explored on foot.Don't despair, though, a ring on one of the many summoning bells dotted around Erdrea will soon bring your faithful friend galloping back to your side. はい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 、もうね、むちゃくちゃ長いですよ。ちょっと、英語嫌いな人ってもうなんかこうやって見るだけでももう嫌なんじゃないですかね。どうでしょうか。Well, horse is an incredibly convenient way. 馬はものすごい便利な方法だって言ってますね。これ、まあ、馬は方法、まあだから乗り物としてと言っているわけですね。で、to cover カバーするのにって言ってます。何を？ large amounts of ground、 large amounts でこれものすごいでかい量ってことですね。 of ground だから土地に関係のあるとっても大きい量ということです。だから広大な土地をカバーするのにとっても便利な方法だよと言ってます。そして追加情報でこちらです。とっても少ない時間でねと言ってます。
これが追加情報。長いですね。頑張りましょう。はい、ここで来ました。また、Will が来ましたね。You will って言った時に確信を持ってこれから起こること、これからすることを言ってます。あなたはね、時々 have to enter areas、ね、場所に入らないといけないよ。で、that 関係代名詞の that ですね。Can only be explored on foot、歩いて探検されることだけができるエリア、ここに入らないといけないんだよ。だから馬じゃ入れない場所があるよって言ってますね。で、don't disappear though。でも、がっかりするな。愕然とするなよ。絶望的になんじゃねえぜと言ってます。A ring on one of the many summoning bells。A ring は人チリンということです。人チリン。on はくっついてる感じ。ピタッとくっついてます。その人チリンっていう音。人チリンは何かにくっついてます。on one だから一個にくっついてるわけです。of the many summoning bells。これに関する一個。多くの召喚ベル。呼び出しベルのうちの一つにくっついた人チリンということです。たくさんの召集ベルの一つにくっついた人チリンです。何のこっちゃいなって思うかもわかんないんですけども、ちょっと詳しく見ていきましょう。こんな感じです。オフっていうのは何か本体があって飛び出すことを言います。何か関係があったり何か本当に飛び出している場合、何か取り出したようなね、そういった関係性を、想起させる言葉なんですけれども、 One of the many summoning bells っていうのは多くの呼び出しベルに関係のある、こっから飛び出してきた一個っていうことです。これが one of the many summoning bells っていうことです。さあ、それでもっと長くしましょう。A ring から入るとこんな感じ。人チリンです。on 何かにくっついた人チリン。で、さっきの one of the many summoning bells。呼び出しベルのうちの一つにくっついた人チリン。こういったところからこの中の一つにくっついた人チリンです。なんとなくイメージ湧きましたでしょうか。まああえてね、あの日本語意訳をしておりません。直訳でこんな感じです。はい、続き。そしてその dotted around Edoria、これで dotted だから点在させられた状態っていうことがわかるわけです。 around Edoriaエドリア中に点在させられている多くのベルのうちの一つっていうことになってくるわけです。さあ、ここでやっと主語が終わりました。主語にいろいろ尾ひれがついてますけれども、 A ring will っていうことです。一チリンは will 何々だろう、これだろうなって言ってます。 soon bring your friend、 すぐにお前の友達連れてくるだろうよ、間違いないと言ってますね。ここで ing が直接ひっついて追加情報です。 galloping back to your side。 gallop って何なのかって言ったら、もう猛烈な勢いで暴れん坊将軍のオープニングを思い出すと分かりやすいかもしれないです。もう全力です。馬が全力で走るのを gallop っていうらしいんですけれども、こんな感じですね。ブワーッと走ってくる、この状態がこの忠実な友達を連れてくるよ、この状態だって言ってます。まあ、ギャロップなんてね、あのガンダム好きな人見たことあると思います。これです。ものすごい勢いで走ってたのを覚えてる人も、まあおっさんは覚えてる人も多いかと思うんですけれども、ヤングマンゴー世代の人は知らないと思いますけどね、私のようなおっさんはギャロップっていうとすぐこれが思い浮かんでしまうんですけれども、まあいいか。はい、どうも皆さん、今回もお疲れ様でした。まあここまで来るのにね、2年かかりました。ただね、名前をタイガーという名前に決めて、じじと喋って、でどういう展開で村を出ることになるのかっていうね、チュートリアル的な部分だけで2年かかりましたから、なんとか次回からドラクエらしい展開になっていくんじゃないでしょうか。敵を倒したりね、新しい村を見つけたり武器を買ったり、いろいろな展開が待ってると思います。どういうね動画の構成にしていこうかちょっと迷ってるんですけれども、もうコメントでね、こういう風にしてほしいっていうのがあれば、もうバンバン入れてください。お待ちしております。さあ、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。